秋の恩賀川。ちょっとね、今浅いところ来て朝のフィーリングの魚を狙ってるんですけど、まあ巻くところは巻いて打つところは打って、まあ、その2つを軸にちょっと今から釣っていくんで見てみてください。まあ、浅い位なんでサーチベイト的にベロディ、ベローズスティック 3.8 にブレーディの2番 1.8g、これで巻いていきます。まあ、食わせ要素もあるんですけど、こうやってサーチベイトとしてスピナーベイトみたいに使えるんで、まあ、とりあえずの1投目とか浅い位フィッシュ狙いに投げてもらうんがええと思うんですね。これはだった。ちょっとしかもちょっとでかそうやったっす。これあと川なんで、やっぱ上流側から下流に向かってアプローチするのと、下流側から上流に向かってアプローチするのとまた釣果変わるんで、絶対これ上下で打ち直してもらった方がいいですよ。リザーバーとかでもよくあるんですけど、川なんて多分特にそうなんで、上流側から下流側に流したんやったら下流側から上流側も流した方がいいですね。暑いスポットは釣れ方が変わる。ちょっとええんじゃん。怖いな、なんかいっぱい石あるんですよね。巻かれそう。おしよ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 し。これどう行こうかな。どう行こうかな。頼む、やめてよ。よっしゃ、来たブレディー、ベロディー新色。ちょっとね、ベイトが表層とかにも結構出てたんで、ちょっとベイトフィッシュシルエットプラスカラーということで、ちょっと青っぽいカラーにしました。まあ、上流来て、フィーリングの魚、まあ、これをベロディーで取れたんですけど、まあ、サーチ力がすごく高いんで、もう投げて巻くだけ、もう超簡単に釣れた。最高で、まあ今1匹釣れたんですけど、まあ秋なんで、まあ、魚もね、おのおの好きなところに多分散っとるんで、まあそういうのを狙うというかね、当てるためにもちょっと足で稼いでどんどん乱眼していくような感じでやっていこうかなと思います。で、まあ打つべきスポットとか狙うべきスポットではしっかりそういうボトムの釣りで丁寧に狙っていくっていうような感じですね。まあ、基本は巻きでいいと思います。 あるっすね。あでかい。今のはでかい。水滴だ。下手しい50。なんかでも変なとこからついてきたっすね。あバレた。バレたというかちっちゃいっすね。来た。でかそうやん。でかいんか、よう引くんか、なんなんや。よう引いてるわ。ランディングむずい。
あ、よう引く、全然引くやん、こんな余裕でホッコと一緒ぐらい引く。よっしゃー、ベロニー来たー、綺麗なバス、ええやん。今投げて巻いてるだけ、今のは競争より若干下ぐらい。はい、今回オンガガーでメインに使用してるのがベロディなんですけれども、まあこれのリグリ方としてはベローズスティックの 3.8 インチですねに、ザップのブレディですね、ブレディの2番サイズにウィロータイプをメインに使ってます。で、使い方としてはもう本当投げて巻くだけなんで、これからの秋のシーズンね、表層水面直下とかね、その辺を巻いてもらうメインベイトになると思うんで、まあ食わせもいけますし、まあ高速引きでリアクション的な要素も含まれてますんで、まあね、石の横やったりとか、あとは足の横、木の横やったりとか、なんかそういう沈みもんとか、そういうところを通してもらうのもありなんで、ちょっとこれをね、ぜひこれから絶対釣れるんで使ってみてください。さあ、ちょっと今開発中のクローアーム、ベローズクローのフリーリグ、ちょっとこれでやってみようかなと。まあ川なんでエビも多いんで、まあこういうクローもありでしょう。よし、食った、ええやつやん、やばいやばい、テトラテトラ、あ、なった、一発目がそのテトラ越しやったんですよ。で、緩めていつもノリで抜いたら取れたでしょうね。今回、巻きと打ちもんをメインにやってたんですけども、まあその打つって言ってもジグがメインやったんですけどもね、この BF ストロンガー、ザップの BF ストロンガーにベローズギル 2.8 インチのちょんがけ、まあ、これメイン。このジグの使いどころなんですけども、使ってた場所ですね、どういうところで投げるかというと、まあ基本はそういうストラクチャーカバー周りで使うことが多いです。で、沖側の例えばリップラップやったりとか、あとはテトラとかですよね、とかあとは足やったり、こういうねウッド系とかも結構多いんで、まあそういうカバーとかでメインに使ってました。フィーリングしに来てはるかな、声聞いた、朝浅い水、おお、やってますね、あっちあっちっすね。やばい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 ぞ、どうする？どうする？ちょ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 、マジで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 
さあ再開、あ、やべやべ、浮いちゃえ、よっしゃ、来た、OK、ベロディー。まあ、テトラの木は流して、まあ、危なかったですけど、取れましたね。まあ、無理せんかったら取れる。